桃焼き以前以後、西荻窪の駅のそばの鶏肉専門店で鶏の桃焼き発見。よしという気になった。買って食ってやろうじゃないかという気になった。本当にもう、なんてつぶやきながら店に入っていった。買った。295円。なんでそんなに急に意気込んでしまったのか自分でもわからないのだが、例えば手羽焼きとか唐揚げなんかではそんなに意気込んだりしなかったと思うな。やっぱり大きさかな、それと形かな。鶏の本体から足んとこだけむしり取ったような荒々しい形、手に持ったらずっしりと重そうなその大きさ。そういうところが僕の野生本能を目覚めさせ、本当にもう、なんて言わせたんだと思うな。考えてみると、桃焼きってそうめったに食べるものではない。焼き鳥屋のメニューでも見かけたことがないし、ケンタッキーにも桃丸ごと一本というのはない。なんかこう、大変な手柄を立てたような気になって、ぶら下げて帰って、直ちに袋から取り出す。醤油系のタレで焼いてあるらしく、プンといい匂い。ティッシュを折りたたんで、足首のところに巻いて右手で持つ。ずっしりと重い。焼き鳥の串一本を手に持った時とまるで違い、その重さが嬉しい。全体を眺める。この時、桃焼きというものは、他のあらゆる食べ物の食べ方とことごとく違うのだということを実感したのだった。まず、どこから食べ始めるか。串に刺してある焼き鳥ならば、迷うも何も一番上の肉から食べ始めることになる。桃焼きの場合は、大きくて厚みのあるどの部分にどうかじりついてもいいわけだ。これが意外に難しい問題であることが初めてわかった。ぐるぐる回してどこにしようか探しているわけだが、どこでもいいわけだし、ここじゃないといけないという場所もない。ここじゃいけないという場所もない。まん丸で平べったく全体に変化のないペロペロキャンディーでさえも、一応回したりして眺めてからしゃぶり始めるものだが、桃焼きは全域変化に富む。あるところは少し焦げた皮で、またあるところはうんと焦げた皮で、肉のうんと厚いところ、かじりついたら肉が骨からなかなか剥がれないだろうなと思えるところ。結局最初にかじりついたのはちょっと出っ張ったところだった。出っ張ったところを2箇所、3箇所とかじり取って、整地というようなことを考えるらしいですよ。整地しながらつくづく思ったのは、出る杭は打たれるという格言はつくづく正しいなということ。迷った挙句、あぐと噛みついたのは図1のところ。噛みついてみて、ここでも桃焼き独特の問題が発生することを知った。どのぐらいの量を噛み取るか。串に刺した焼き鳥ならば大きさは決まっている。桃焼きは自分で食べる大きさを調節しなければならないのだ。一旦噛みつき、大きすぎるのではないかと思い、刃先を少し手前にずらし、これでよしと決断して噛み取ることにする。噛む。ぐいっと引っ張る。むしり取られまいと肉が抵抗する。さらにぐいっと引っ張ると、意外にも肉片は縦にビリビリと切り裂かれて、引き裂かれていって、大きな肉片となり、最初に予定していた肉片より大きくなってしまったのだが、ままよ、と引きむしる。予定外の大きさの肉片を口いっぱいに頬張ってむしゃむしゃ食べる。そうなのであった。桃焼きはむしゃむしゃなのであった。むしゃむしゃというのは、昔の童話に出てくる赤鬼とか、あるいは山賊とかギャートルズとか、そういう人たちの食べ方である。
最近の人たちはむしゃむしゃ食いをしない、もぐもぐとかあぐあぐとかのちょぼちょぼ食いだ。またぐいぐい引っ張って大きくかじり取ってむしゃむしゃ、口の周りを油だらけにしてむしゃむしゃ、ぐいぐいむしゃむしゃ、むしゃむしゃなかなかいい。我が内なる野生の血が騒ぐ。むしゃむしゃやりつつも目は次にかじりつくべき箇所の剪定に忙しい。そうやって桃焼きの周辺からかじっていくと、少しずつ最初の形と変わってくる。その変貌ぶりを時々確認する。その変貌を我が業績として確認する。各地各地の形の変化を一つ一つ見つめては、この髪跡はあの時本当は別の箇所を噛もうとしたのだが、思い直してここをかじったんだよな、そうしたらそこのところがとてもジューシーでことのほか美味しかったんだよな、などと思い出に浸る。こういう途中で思い出に浸るというような食べ方は他の食べ物ではまず経験できない。食べ終わってふと鏡を見てみると、赤鬼、山賊、ギャートルズの心境を経た我が風貌は急にたくましさを増し、野生味をたたえ、眉のあたり特に凛々しく、桃焼き前と桃焼き後の違いがはっきりしているのであった。